あれ俺何のために働いてるんやったっけってもう28歳で何千万って借金を背負っちゃったわけですよ自分がこう生きるんだと決めた自分の道に対して嘘をつかなくてもいい土台がようやくできたなと。 エ y b バ d y !FM 大阪王を聞きの皆さん、こんばんは。世界を旅する YouTuber、亮介です。先週からね、スタートしたこの番組は、ザ・バケットリスト死ぬまでにしたいことをテーマに活動する僕、亮介がね、旅をしたりえ、いろんな活動に取り組んだりする中でね、感じたことを発信させていただく番組です。え実は生放送ではなくてですね、収録でお送りしてるんですね。 なぜ収録かと言いますと今実はねあの先週もこの番組でお話ししたんですけど自分のねその夢を叶えるために栃木県におりましてですね栃木県で何をしてるかというと今ねスカイダイビングの免許を取りに来ております少しずつ空を一人で飛べるような準備をしてるというところなんでごめんなさい大阪にはいなくてですね栃木県にいるということでございます皆さんからメッセージも待ってます 例えばなんですけどこれね僕ほんと一番やりたいことなんですけど僕がねその死ぬまでにしたいことっていうことでまあ、自分の夢をねたくさんこう叶えていってるんですけど自分のねその夢を叶えるということがいろんな人のねこう何か新しいことを始めるきっかけになったりだとか夢を叶える姿を見て感動して自分も元気もらいました。 っっていうう声を、ね、こう日々いただけるようになったんですよ、ね、その僕自身が YouTube の活動を通していろんな方から声を頂けるようになったんですよね。でまあその今もね変わらず自分の夢を叶えるってことは続けていくんですけど視聴者というかねそのリスナーの皆さんの持ってる一人だと難しいけど誰かの助けがあれば叶えたい夢があるんだみたいな夢をねお聞きして。 なので自分のこういう夢があるんだっていうねあの夢があればですねぜひ,ぜひあのこのバゲットリストレディオの方にですねあのメッセージを送っていただいて何か僕にできるお手伝いがあれば本気でさせていただきたいと思いますので僕は視聴者さんから例えば実はそのおばあちゃんがいるんですけどおばあちゃんがね あの当時結婚式はやっぱり神社であって白むくで結婚式を挙げて、えー、すごい素敵な結婚式ではあったとただやっぱりおばあちゃんが今になって思うのは私もウェディングドレスを着てみたいというふうにおばあちゃんが言っていて私はなんかそんなおばあちゃんの思いを叶えてあげたいと思ってるんですけどなんか涼介さん手伝ってくれませんかって言われたんですよ。 めっちゃ素敵やんその夢だからちょっとねコロナの影響があったんでねその夢を叶えるってことはまだ実現はしてないんですけど、まあ、そういうねなんかこう夢があればぜひぜひ送っていただきたいなと思ってますんで、えー、リクエストメッセージお待ちしておりますでメッセージを送るときには、えー、僕の SNS インスタグラムもしくは、えー、FN 大阪さんのホームページからでも送れますし Twitter、えー、でつぶやくときには「ハッシュタグ えー、BLR、ね、BL をつけて発信してメッセージを送ってください。放送がスタートして2回目。まだまだね、えー、僕自身のこと亮介のことを知らないという方もうほとんどやと思います。ということで今日はね僕がどんな人生を歩んできて、まあ、今の活動をすることになったのか。 今の活動というと YouTuber とかね、え社長業みたいなことがあるんですけども、そういうことについてお話をしたいと思います。さらにですね、ちょっと勝手に言葉を作ったんですけども、パッションメーターというね、自分のね、この夢に対する自分自身の夢の情熱というんですかね、 今自分が何言っってるかか全然わななくなったけど <laughs> じゃあ自分の夢に対する自分の情熱っていうのをこうちょっと数値化をしてね自分の人生こういうことがあった中で、えー、このぐらいの自分の夢に対しての情熱がこの時はあったなその理由はこういうことがあってねみたいなことをちょっとお話しできればなと。 いう,ふうに思っておりますなんで例えばね、えー、全然その情熱がなくなっちゃったら0だしめちゃくちゃ情熱もう溢れすぎてちょっと体からはみ出てるぐらいの時にはもう100とかねいう時もあるんで、まあ、そういう形でね紹介していきたいと思います。 はいで私ですね今ねこの FM 大阪のラジオを担当させていただいてますけども今はね大阪に住んでますが高校を卒業するまでは山口県で生活をしてましてでそこからね愛知県の私立大学に入学したという経緯があります。で、えっとまあ、ちょっとかなり飛ばすんですけど高校から、まあ、名古屋の大学卒業するまでというところ。 ここまでのね、まずこのパッションメーターというのを紹介したいんですけども、このパッションメーターが数値で言うと80。80というと結構高いじゃないですか。で理由なんですけど、僕ね、その今このバケットリスト、死ぬまでにしたいことっていう、ちょっとね、青臭いじゃないですか。ちょっと中二病感あるような感じも感じる方もいると思うんですけど、この死ぬまでにしたいことっていう、まあ、いわゆる自分の夢っていうことに対して、 ノートに書き出したみたたいののが高校の頃なんですよねで書き出した理由が実はそのバイクにバイクが好きでね昔からバイク乗ってたんですけどこう自分がその右折をする時にトラックにひかれたんですよねでトラックに引かれる時に普通こう人間って「あ死ぬかも」って思った時ってちょっとスローモーションになって何て言うんですかねこう走馬灯が流れるっていうじゃないですか。 ただね、相馬灯がね、僕の場合流れなかったんですよね。で、これね。 色々考えたんですけどで結局ねその事故は全然大したことなくて小指を擦り傷したぐらいな感じで無事終わっちゃったんで何もねその自分の生命にかかることはなかったんですけど改めてよく考えてみたら毎日すごい楽しく生活はしてたんですけどなんか俺はこれをやるんだみたいな夢とか,なんか希望みたいなものを考えたことがなくて今この瞬間を生きて楽しければいいやみたいなあの学生だったんですね。 えー、なんですけど、ちょっと一回なんか本当に自分のしたいことなんなんやろうかっていうのをその事故をきっかけに考え始めたんですよね。で、そこからね自分のそのノートに死ぬまでにしたいことっていうのを書き始めて、でその死ぬまでにしたいことを 叶えるんだみたいな子供の時に書いた夢ですからね大した夢はないですけど叶えるんだってことで大学にも進学して、えー、っていう状態の頃なので自分が書いた夢を絶対叶えるぞっていう結構パッションが高まってる時なんで大学を卒業した時が80ぐらいかなり高まってるような時期ですよねでこれから社会人になって夢を叶えていくんだと目をキラキラさせている状態がこの時ということですよね。 でねそこから山口、それから名古屋と来ましてで僕ね、その社長業とかやってるって言いましたけど実はね、普通にあのサラリーマンとしても、あのー、働きましたで、それがね、えっ、ー、と22歳、東京に行きまして、えー、大手のね旅行代理店に入社をしたんですね。 でまあ、そもそもねやっぱりその自分があの旅を通じてすごく人生観を変えてもらったので誰かにね、えー、誰かというか、まあ、多くの方にその旅の素敵なあ感動を通して何かこう自分の人生が変わるきっかけを届けれたらいいなと思って、えー、こう旅行代理店に入りたいなと思ってその夢が叶って入社したという時なんですけどこの時にね、えー、自分のパッションメーターというのが。 80だったのが10になりました。10ですよ。めちゃくちゃ低いですよね。なんでだって夢を持って会社に入ってそれを叶えてやるんだってパッションキラキラだった22歳がなぜ10になったのかというと、えー、実はねもう僕働いてみて思ったんですけど働くこと好きなんですよね。というかなんか自分が 頑張って頑張って成果を出して結果を出すってことがすごい好きな人間だったんですよね。なので、まあていうか、働けば働くほど大変にはなるしけど、えー、人から褒めてもらったり、それによってえ何かこう自分に対する周りの目が変わって、もっとなんか楽しく働けるようになるんだっていうことを、このサラリーマンの時に知って、一生懸命頑張ったんですよ。で、一生懸命頑張れば頑張るほど、人間って不思議で、えー、自分の夢とか、 自分がやりたいことっていうのは一回置いちゃうんですよね。目の前の自分の仕事を最大限頑張って毎日を突っ走ってると皆さんもまあ働かれてる方は共感すると思うんですけどいつの間にか自分のやりたかったこととか、えー、自分がやりたいことへのなんかこの準備とかそれに対する時間の取り方っていうのが全くなくなってくるってあるじゃないですか。僕も全くその感じになっっててしまって 働くことが楽しみすぎて、自分のパッションが夢を叶えるというよりは、働いて成果を出すっていう方に行っちゃったんですよね。だから、まあ、僕はね、その、このサラリーマンの期間って3年間だったんですけど、この期間めちゃくちゃ働きました。で、めちゃくちゃ楽しかったし、その、旅行代理店に入ってよかったなと思ったし、それなりに成果も上げた自信もあるし、すごい楽しかったんですよ。だけど、自分のパッションで言うと、夢への 情熱っていうのは10ぐらいだったなということにえっ、ー、とある時に気づいたんですよねでそのある時っていうのがある程度その成果を上げてえっ、ー、と頑張って頑張って仕事して営業をしてたんですけど営業ってねこう成果を上げれば上げるほどまさにちょっと口が悪いかもしれないですけどなんか楽になってくるんですよねなんかその自分が別に行かなくても仕事が取れるようになってくるみたいな状態になってしまってそれで初めてね3年間勤めてなんか自分のこう 目の前のことを一生懸命やらずともなんか自分のノルマが達成できちゃうみたいな時期に入ってた時にようやく時間ができてふと思ったんですよね。あれ俺何のために働いてるんやったっけって。俺ってこの会社で出世したくて働きたかったのかいやいや違うよねと。もちろんこの旅行とか旅っていうものを通じて。 旅の感動を届けて誰かの人生が変わるきっかけになればいいなと思って会社には入ったけどもそれは会社に入る理由であって自分が大学を卒業した時に思ってたのは自分の夢を叶えるための人生であってその一つのことが仕事であったわけで何かその目的と手段が反対になってるなというのに気づいたんですよね。改めてて自自分分ののの昔のねノートをを取りり出して自分がどういうい夢をやりたのやりたかったのか を書いてたのかっていうのを思い出したくてえで実家からノート送ってもらってえ見てみたんですよねそしたら一番上に1って書いてあってでその横に書いてたのが俺は社長になるって書いてたんですね <laughs> ダサいなと思いますよねダサいんだけど一番上に書いたってことは多分当時自分が一番したかった自分が一番叶えたかった夢なんだろうなと思ってじゃあ これをまず叶えようとあと自分がそのサラリーマンを通して気づいたのはサラリーマンとしての生活はすごく幸せだし安定だし楽しいけども自分がこれから自分の死ぬまでにしたいことを全部叶えていくんだと思った時にやっぱり時間的な縛りと経済的な余裕が足りないなと思ったんですよねなんて言ってもエベレスト登るんだとか言ってるような子供でしたからねなんでもうお金も時間も足りないわけですよだからえっ、ー、と 社長になる。社長になって、お金も稼いで、時間の縛りから離れて、成功してやるんだ。そして、自分の自分にしたいことを叶えるんだ。ということで、ようやくね、そのパッションが戻り始めたという時で、ここでね、退社し、その大手の旅行代理店を退社して、25歳で独立して起業したということになります。ここがね、また大きなターニングポイントなんですけど、 この25歳でサラリーマンを辞めて独立起業した時のパッションメーターが90になりましたまあそりゃそうですよね自分の夢を叶えるために会社を辞めて自分で会社を作って社長になったわけですから夢を叶えるために今から突っ走るぞの25歳ですから今までの人生の中で一番パッションメーターが高い時ですよさあやるぞと思って頑張って突き進むわけですね 突き進めば突き進むほど同じことにまた入っていったんですね。何かというと、頑張るじゃないですか。やっぱ社長として頑張る。お金も稼ぐ。お金も稼ぐ。まず稼がないと生きていけないから。仕事頑張るわけですよ。そしたらね、サラリーマンの時に同じことをやったのに、また同じルーティーンになっちゃったんですね。自分の夢よりも、まずは自分の生活を安定させる。まずは自分の社員に飯を食わす。 そして会社が大きくなれば大きくなるほど社員も増えて責任も増えるその分自分が想像してた社長像っていうのはお金も稼いで行きたい時に旅行も行って自分の自由な時に自由な時間を使って好きなことをやるっていうのが社長像だったのが真反対になっちゃったんですよね。 それは別にすべての社長がそうなるよっていう話ではなくて僕自身がまだ未熟だったっていうのもあるし僕の働き方がまだまだだったっていうのが一番大きな理由なんですけどそのせいでねあのもちろんすごく稼げたし買いがたい経験もたくさんしたけどもその夢ということに対して言うと何にもでできてなかったんですよねじゃあ独立してから何か夢を叶えれましたかというとスカイダイビングしたぐらいですよ。 スカイダイビングしたぐらい、1個ぐらいかな、それぐらいしたぐらいで、お金は稼いだんですけど、えー、何もその自分の夢に対して、最初、自分が掲げたことが何もできなかったなと思ったというか、そういう時期をふらふらっと過ごしてしまってたんですね。で、まあ、その年収でいうと、すごくまあ、ね、いやらしいんですけど、26とか7とかでね、年収が3000万とかなりました。それはね 同い年の方に比べるとすごく稼げたと思うすごく稼げたと思うけどもこのパッションメーターで言うとこの時人生で一番落ちましたゼロですこの一番多分人生で働いて一番それまでの人生で稼いでいろんな人と会っていろんな社会経験を積んだこの時期のパッションメーターはゼロですでずっとゼロだったんですよねずっとというと語弊があるな 90から徐々にゼロになっていってもう2年間ぐらいはもうゼロでした。でこのゼロの状態から何が起きたかというと実はねその独立起業して4年後3年後かにえっ、ー、とね28歳ぐらいですかね、えーまあ、会社でねいろんな事業をやってたんですけどこう人に裏切られたりだとか、うん、お金を持ち逃げされたりだとか 自分のね資産運用だって言ってこれからは資産を自分だけじゃなくて他の人に任せてね運用を任せるんだみたいなねちょっとこうなんか口車に乗ってしまってですねお金を預けたのが全部飛んでっちゃったみたいなこともあってねもう28歳で何千万って借金を背負っちゃったわけですよ。ここまずいっすよねもう何千万の借金なんで何千万はさすがにまずいなと思って一つだけ自分のねやってたあの事業が。 ウェブの事業をやってたんですけど、それが残ってたので、まあ、それだけはこう事業の売却をしてですね、えー、いくらか返して、まあ、大体借金1000万ぐらい残った状態で、すべてなくなっちゃったんですね。お金もなくなる。人間関係もなくなる。そのお金で人が集まってた。 っていいうののににその時に気づいたんですよねお金もなくなったし人間関係もなくなったしあとはね家もなくなっちゃったんですよねやっぱ固定費払えないじゃないですか借金もあるからだからホームレスになっちゃってね。 でその時にいろ、まあ、んな友達の家だとかいろ、まあ、んな人の転々とさせてもらって、まあ、約1年間ぐらいですかね、まあ、YouTube をちょくちょく始め始めたぐらいの時なんですけどまだねそれで生計も立てれるわけではないので、えー、ホームレス生活をまあ1年間ぐらい続けてたんですねでこの1年間ぐらいホームレス生活を続けてたという時のパッションメーターを発表するとこの時はね100なんですよねなんじゃそれみたいな お前ホームレスのくせにパッション100上げてんじゃねえよって感じですけどこれね本当に僕不思議だなと思ったのはなんか自分が思ってるより自分強いなと思ったんですよねなんかお金も失ってね家も失うわけじゃないですかだから明日どこで寝ようかなとか明日のお金どうしようかなとか毎日迷うわけですよ。 迷うし悩むしでもそんなことよりもなんか僕がずっと普通つ,つと授業をしながら稼いではいたけど自分の好きなことできてないなっていうモヤモヤがそこでめちゃくちゃ晴れたんですよねつまりその稼がなくていいっていうまずところに来たしあとはその責任からも少し 離れることができたもちろん会社を解散した時に従業員だった人たちには全てちゃんと還元をしてその分自分が借金を背負ったんで誰かに迷惑をかけたってことはないですけど誰かこの社員の子たちのために頑張らないといけないっていう責任もなくなって何もかもがなくなっちゃったんですよねなんで金も家もなくなったけど責任もなくなっちゃったんでなんだこっから好きなことできるわって思えたんですよだからもう一回自分の死ぬまでにしたいことをちょっと叶えてみようかなと。 だって何にもすることないし、どうせやったらまだ30歳にもなってないから、まだ世間一般で言うと若いって言われる年代だから、もう一回自分の死ぬまでにしたいことを叶えようと。ただ自分の死ぬまでにしたいことを叶えようと思って何か事業をしたらまた同じルーティンになると思ったんです。絶対に何か稼がないといけない。何かをしながら死ぬまでにしたいことを叶えるっていうのはやっぱり難しいと思ったんで、 分かった解決方法が。っていうのが自分の死ぬまでにしたいことを叶えるってことを仕事にすればいいんだと思ったんでその死ぬまでにしたいことを叶えるぞっていう YouTube を立ち上げたっていうのがその YouTube の立ち上げのお話なんですね。なので僕が YouTube をやり始めたきっかけっていうのはえ自分が調子に乗って社長になって大失敗をして借金を抱えてホームレスになって責任がなくなって 自分の知るまでにしたいことを叶えるんだという明確な自分の思いが見えて、それを仕事にするために YouTube を始めたという始まりがあります。なので、この時も100なんですよ。もうやってやるしかない。もうこれで仕事にするんだという楽しみしかないですよね。だから、今まで突っ走ってこれたわけですけども。でね、えーとまあ、ちょっと話は長くなりましたけど、まあ、今に至ります。で まあ自分のね、YouTube を最初立ち上げてこうコンビでやらさせていただいたりとかまあいろんな時期を経て自分のこの今の個人のチャンネルを立ち上げて今ね、だいたい1年弱でまあこう自分のチャンネルを登録していただいた方がまあ23万7 0人の方がいらっしゃると本当にありがたいことですしその日々ね、本当に力をいただいてます。 あのもちろんね、自分を登録してくれてない方も、僕を知ってくれてる方も多いと思うんですけど、本当に嬉しいんですよね。日々応援もしてもらってますし。でね、えっ、ー、と、今、この現時点の状態でのパッションメーター、みんないくらやと思います ?100 やったのが、今はね、ちょうど5億ですね。<laughs> はい、5億桁が違う !5 億ですよ。もうそれ以下でも以上でもないから、5億もうそれぐらいね、 ちょっとみんなもね何言ってんだこいつと思うと思うんですけどそれぐらいねもう今パッションがもう全ての毛穴から出てる完全にもうちょっと匂いがするぐらいねパッションが出てるんですよ。それぐらいね何て言うのかなようやくずっとね自分が言ってきたその時間に縛られず場所に縛られず経済的な余裕を持って自分の死ぬまでにしたいことを叶えるんだという土台がこの今現在できたなと。 ままだまだですけどね全然まだ人にいばれるほどの成績も出してないし何か人に偉そうに言えるほどの結果を出したわけでもないけども自分がこう生きるんだと決めた自分の道に対して嘘をつかなくてもいい土台がようやくできたなとだから今のこの自分のねパッションメーターを最大限ね、あのー、もう放出をしまくってねまだまだねその自分の死ぬまでにしたいことのリスト の数で言うと、高校の頃で50個、でその社会人になって100個ぐらい、で今で言うと320個ぐらいあるのかな。とにかくね、夢はもう常に毎日増えてるんですよね。テレビで見て、何よこれめちゃくちゃ面白そうやん、やりたいと思ったらすぐ増やすし、誰かこれ面白そうなこと教えてくれたら、何それ俺もやりたいと思って、それがまた1個夢も増えるし、つまりね、多分俺死ぬまで、 多分もうパッションメーターは5億から下がることはなくてただその夢を叶えた率で言うと多分ね上がることはもう難しいと思ってる何 <laughs> でかっていうとやれることも増えるけどその分やりたいことも増えるからもうなんか人間の欲って不思議でねやっぱり若い頃は俺も稼ぎたいモテたいいろんなことをこうやってきてそれなりにいろんな経験をしてもう正直稼ぎたいって欲は少なくなってきて。 たただ稼ぎたいって欲は今でもあるそれはなぜかというと自分がお金を持って稼ぐことがその自分の明日の選択肢を増やすってことをすごく学んでお金があることで自分ができる選択肢の幅が増えるってそれだけ素晴らしいことなんで自分の好きなことをするためにあのすごくねこう近道になることでもあるしあとはそのお金を使ってねあのいろんな方であったりいろんな社会に貢献できるような、えー、と手段にもなる。 でお金を稼ぐっていうのが目的ではなくて今はねそのいろんな人のにも還元したいし社会にも還元したいし自分の夢を叶えたいという目的のもとお金を稼ぐという手段を使いながらいろんなことをこれから叶えようというふうに思ってますので。 まあちょっとね毎日というかねなんか久しぶりに会った友達とか久しぶりに会った人に会うとね「お前変わんねえな」と「またお前そんなことやり始めたんか」みたいなことを言われるのが大好きなんでね <laughs> なんかこのラジオを話しながらね「<laughs> あれ涼介この前までスカイダイーやってたのに何今何やってんの?」みたいなことがねなんかこのリアルタイムで進んでいくのがいろいろこれから増えてくと思うのでなんかそういう自分の「こいつアホやな」でもなんか。 聞いててなんか俺もなんかできるような気がしてたらこんなやつができるんやからと思ってくれたらすごい僕も幸せなんであの本当にね、えー、毎週毎週いろんなこういう今こういうことに取り組んでますっていう更新ができると嬉しいなと思うんで引き続き自分のこのパッションメーターそれからシぬマでにやりたいことっていうことも含めてね楽しみにこのラジオお聴きいただければと思います。